藤井林太郎は日本の元実業家。藤家の前代表取締役社長である。洋菓子メーカー藤家の創業者である藤井林江門の孫にあたる。父親は二代目社長の藤井誠二。慶応義塾大学経済学部卒業。1995年に創業会一族として六代目の代表取締役社長に就任。2007年に起きた 期限切れ、原材料使用問題の責任をめぐり、特段の前後策を講じる間もなく辞任した。また、同年1月26日付でサーティワンアイスクリームの社外取締役も辞任。一連の不祥事により2008年、藤川山崎製パンに身売り指導者の子会社となったため、創業家支配から離れた。七代目にあたる社長は創業家外から桜井。 安文が八代目社長は河村信幸に加え、会長に山崎製パンから山田県店が就任した。また、経営から離れた後も、藤家の株を210万4000株保有していた。しかし、2013年12月に0.7%、2015年12月には0.59%、2018年12月には0.56%と、 年々保有割合が減少し、株主の10番目に名前が出てくる個人を株主の一人に名を連ねるに止まっている。小西新太郎などがいる。ありがとうございます。